大南博美大南博美は、福井県三方郡三方町出身の陸上競技選手、指導者である。また2002年4月ロッテルダムマラソン覇者で、世界陸上エドモントン大会、世界陸上パリ大会女子マラソン代表の大南、高美は、双子の妹である。町立三方中学校、福井県立三方高等学校卒業。東海銀行 UFJ 銀行トヨタ車体。 ユティックに所属していた。中学時代より妹の高見と福井県内の陸上大会で活躍。三方高校時代は竹中直ともに全国高校駅伝に出場し、平成5年時の1時間11分7秒は現在まで福井県記録となっている。東海銀行就職後は、 竹内信也監督のもと、妹の高見と共に着実に力をつけていった。初マラソンは1999年3月14日の名古屋国際女子マラソンで優勝のモルグノは2位の市川真由美に続いて3位、入賞。しかし、2002年10月13日の富山アジア競技大会女子マラソンでは優勝を期待されながらも3位の銅メダル獲得に止まるなど、 なかなかレースで結果を残せず、かつてマラソンの実績及び、世界陸上の日本代表は妹の高見に先を越された形となっていた。それでも、2004年9月26日のベルリンマラソンで2位入賞を果たし、高見の自己記録を17秒上回る2時間23分26秒の高記録を出している。また、同年7月の札幌国際ハーフマラソンでも、 ハーフの自己新記録で初優勝を成し遂げた。UFJ 銀行陸上部配部が決まった後、2005年1月30日の大阪国際女子マラソンは1 0トル過ぎから独走となるも力みもあって後半ペースダウンし6位に終わる。その後、同年6月の日本陸上選手権女子1万メートルでは自己ベストを記録して3位入賞を果たし、 年間の世界陸上ヘルシンキ大会日本代表に選出された。しかしながら、同年8月の世界陸上女子1万メートル本番では、スタート直後の点灯が響いて、32分02秒38の21位に終わっている。翌2006年6月の日本選手権では32分14秒73のタイムで2位入賞。 そして12月のドーハアジア競技大会女子1万メートルでは32分18秒02のタイムで3位でゴール、銅メダルを獲得した。2007年4月15日のロッテルダムマラソンは気温29度という高温の悪条件の中、レース後半は独走となり海外のメジャーマラソン初優勝を果たした。その後も妹の高見と共に2008年の 北京オリンピック出場を目指して、同年11月18日の東京国際女子マラソンに出走したが、優勝した野口水希らに及ばず5位に止まった。翌2008年11月23日の名古屋、ハーフマラソンは1時間09分31秒のタイムで同体開発優勝。2010年3月14日の 名古屋国際女子マラソンは同年3月31日限りで配部となるトヨタ車体所属として最後のレースに出走。レース序盤から 29km 付近まで自ら積極果敢に戦闘集団を引っ張り続けた。29km 以降は優勝したカノーユリラについていけなかったが粘りの走りを見せて3位に入る。 フィニッシュ直後のヒロミはゴール地点で待機していた妹の高見と抱擁し、二人ともに感極まって涙を流していた。2010年11月11日、故郷、福井県の染色加工会社ユティックへ妹、高見と共に所属、現役選手を続行することを発表した。同年11月23日の名古屋ハーフマラソンは1時間14分50秒の任位でゴール。 翌2011年2月20日の大梅マラソンは1時間46分27秒で優勝した。しかし出場予定だった同年3月13日の名古屋国際女子マラソンが本番前に発生した東日本大震災により中止、同年4月18日のボストンマラソンに姉妹揃って出走したが太もも痛が響いて91位に終わった。2020年4月、 大新プラント陸上競技部監督に就任。ありがとうございます。